皆様、明けましておめでとうございます。あっという間に2022年になってしまいました。あっという間、本当にあっという間。年々早くなってきてる気がしますね、その時の流れが。そんなことを言うようになってしまいましたが、2019年までか、世の中がそのままね普通に流れていたのが20年になり、コロナになってしまい、いろんなことが変わりましたね。今までお仕事も、私はですねモデル、まあ、芸能関係ですね、モデルやりながら、写真家活動をやりながらで、かつ、ずっと前からやってたイベント系のお仕事ですね、イベント MC、 ステージの上で立っていろいろお話ししたりとか、そういうのもやってたんですけど、なかなかねやっぱりイベントっていうのはそんなにドカーンとまだまだできるような状況ではないので、そっちのお仕事も戻ってきてない、つまりコロナ前の状況にはまだまだ戻ってないといった感じなんですけれども、まあとはいえ、2022年はやってきてしまったわけですので、ここからね一体どういう風に生き抜くか、何にチャレンジしていこうか、どういう風にしていこうかなんていろいろ考えているわけでございます。皆様は2021年一体どんな年でしたでしょうか。新しくね、やってみたこと、チャレンジしてみたこと、今年はこんな年だった、こんな大失敗した、いろんなお話がね人それぞれあると思いますが、私に関してはそうだな、いろいろ考えてみたんですけど、まずねこの動画を撮る前にちょうど1年前にアップした動画、明けましておめでとうございます、イエーイ2021年ってやってる動画を見返してみたら、目標を2つ掲げてました。まず1つ目は芸能関係のことで、今年はCM 関係の広告5個撮りました、なんで次の年は、10個撮りたいと思います、まあそんな気持ちで頑張りますって言ってたんですけど、さてその結果は一体どうだったんでしょうか。結果はこちら、ドン、なんと1社くー、10分の1 目標の10分の1、というのも、まあ、オーディションは引き続き受けさせていただきました。いろんなね、テレビ、CM、ウェブ関係のものだったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、残念ながらね、決まったのは一つ。で、その他にも、結構ね、最終的に残りこう2名、どっちかに決めましょうの最終段階までは行ったんですけど、残念ながら落っこっちゃいましたっていうのを何回かもう、聞いたね、悔しい思いをした年だったなっていうのが今心の中にちょっとありますね。なので2022年に関しましてはそこをね払拭したい、この私の今気持ちの中にあるモヤモヤした、もうこれをもうスパッと、はい、晴らしたいです。なので、引き続きオーディションは、たくさん受けられるように、まずね受けられるように、準備をしていきたい、いろいろ頑張りたい、そして現場に行かせていただきました暁にはもう全力で、はい、オーディションも全力なんですけどね、頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。写真の方に関しましては、そうだ、写真はですね2021年、なんと某観光地、こちらの観光 PR のための宣材写真をモデルではなくて写真家の方、撮る側で起用していただきました、イエーイ、写真のお仕事、ふー
はいはい、まだまだいろいろありますね。そうだ、そう考えてみると21年は芸能はちょっと置いといて、写真家としての活動を結構ね進めることができたんじゃないかなと思います。ルミックスさんから、機材もお借りして、そしてフィルターの H&Y さんも、はい、そして、イメージビジョンさんからのね、ライトリトラですね、こちらの方のいろいろお知らせもさせていただいたり、機材の紹介以外にもそうですね、夏場になんと4本、1、2本、2本、多くて2本かなと思ってたんですけど、結局作った結果4本になりました。北海道の美瑛、そして富良野周辺のですね、観光させていただきまして、皆さんにね、こんなにすごいところだよ、綺麗なところだよっていうのをお伝えさせていただきましたが、皆さん見ていただけましたでしょうか。あのね、お仕事もなんと YouTuber、YouTube 関連でお仕事でいただいたということで、本当に嬉しいです。起用していただきましてありがとうございます。うほほ、はいはい、ということで、2020年に関しては芸能の部門ですごい結果残せたよということでしたが、2021年は写真家の方をね、もっとボボボッといけたので、今年の22年は、どうなるんだろうな。あわよくば両方とも上がってってくれるとね、とても嬉しいんですけれども、まあ、私の頑張り次第でしょうか。はい。具体的に何を頑張るかな。まず私生活に関しては、何にもない日、予定がない日、私結構寝ぼすけでございまして、基本的には三日坊主、そうなの意外とかよく言われるんですけど、結構、サボり魔なんです。はい。このね、YouTube のね、動画を楽しみにしてくださってる方も、もうすでにね、なんとなく分かってるんじゃないかなと思いますけど、サボりもなんです。はい。そこを、ちょっとね、2022年になったから、はい。これを機に、ね、頑張ろうかな。うん。まず、はい。話が飛びましたが、予定がない日、朝、ちゃんと起きます。当たり前のことを当たり前のようにできる、そんな人間になりたい。はい。芸能分野に関しましても、まあこちら私生活にも関わってくるんですけど、引き続き健康第一ということで、21年にですね、私再びジムに通い始めました。実は、はい、一回ね、続かないやってやめたんですけど、それをまた21年に復活させました。そちらの方にもちゃんと通いたいなという、ボディメイクね。はい、ちゃんと、筋肉つけて。はい。コロナになった時に、ふと、ここを触ってみたんですよ。二の腕の。そしたら、あんまりにも運動しなさすぎて、今ね、ここの筋肉、この力こぶって言われるところですよね。ここが、ふわっと力入れても、厚みこれぐらいしかないんですよ。どんだけ筋肉ないんだっていうね。はい。なので、しっかり人間として、ちゃんと腕が機能できるように、はい。運動頑張りたいと思います。写真家の方では、たくさん、人を撮りたい。先月ですね、ひかりさん写真撮らせていただいて、そちらの方も見ていただけましたらすごく嬉しいです。新しく買いました 33mm。 これね、富士フィルムの 33F1.4。 これだけでちょっとポートレート撮ってみようというので、はい、撮らせていただいたんですけども、もっとね、たくさん人撮りたいなーって、はい、思ってます。インスタの方にも載せたんですけど、今回初めて、今回じゃないや、21年初めて、男性の俳優さんたちのポートレートも撮らせていただきまして、やっぱり人撮るの好きだなと思ったので、ここをもうちょっとね、伸ばしていきたいと思います。なので、人を撮る。はい。目標。本当はもっとね、具体的にいろんな、目標をさささっと決めていって、一個一個ずつ、
はい、クリアしていくっていうのが一番いいと思うんですけれども、まあざっくり言うと2022年の川辺はこんな感じで頑張っていきたいと思います。はい、とてもとてもざっくりな動画になりましたが、皆様2021年お疲れ様でした。そしてウェルカムトゥ2022年、素敵な年にしましょう。健康第一。引き続き私の YouTube チャンネルもよろしくお願いします。それでは21年も、間違えた。22年も、頑張るぞー！今日の動画はここまでです。ありがとうございました。